バッターは6番ナバーロ。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。初球ボール、アウトロー外れます。ボール先行です。今のはバッターよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。深い裏の攻撃になります。バッターは6番ナバーロ。前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガース同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。4球目は何で来るか。高め外れました。5球目は何で来るか。打ちました。中島が抑えています。ワンアウト。6番バッターナバーロ、先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナーありません。初球ボール、これが2球目。2球目打ちました。取って3アウトです。最低限ランナーは進めましたね。まあいい場面でいいバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。その期待に応えてほしいナバーロ、バッターボックスです。さて西さん、このナバーロ、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや、苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思いますね。ああそうですか。ストレート打った。一塁アウトで3アウト。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって3対2、1点リードはジャイアンツです。打順は6番ナバーロ。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。